はい、アッチというバンドでございます。今日はデビューラインでございます。さあ2曲目いきます。2曲目はですね、立川談志、立川談志してますね、してますね、立川談志、立川談志師匠が世界中のストリートで踊るぜと、そういう曲です。僕の親戚の川崎のおじちゃんは立川談志にそっくりなんですが、談志師匠が世界中で踊る曲をお届けします。えー、in the street, come on!
いらっしゃいました、アッチです。ねえ、ありがとうございます、だいぶ会場がアダルトになりましたね。アダルトになりました、学園祭から大人の夜に変わってまいりましたがね、時間もそういう時間で、ね、今日は、とても賑やかな、ライブイベントになりましたね。最初にやったパズルゲームはもういないかな。いないな、あいな、パズルゲームパズルゲーム、お疲れさん、親いるかな、はい、親いるね、ジャーマネ、内田、内田です、2番目にやってくれました、笑おいるか、お疲れ様、
前いたよな、お前いたよな、ほらな。そして3番目に出てきました新バンドのアッチです。改めましてよろしくお願いします。爽やかな学生さんたちの後は、まあ、お像しておりますが、むさ苦しい親父、5人で申し訳ないですがね、はい、というわけで今日はあっちのどしどし熱いラブソングを紹介していきますので、よろしくお願いします。では続いての曲紹介します。テメジワです。With my darling to the tender, she was. When I told them, I happened to see. I introduced her to my elder.And a while, watch her dancing. My friends told my sweetheart, well, baby. ありがとうございます。さあ続いての曲は
ここにいる菅ちゃん、菅ちゃんの私生活を歌った曲です。で皆さん、菅ちゃんは熟女カブ、熟女カブが大好きなんです。菅ちゃんはね、給料日になると学園大学の熟女カブに通います。でそんな菅ちゃんの熟女カブ通いを歌った曲を紹介します。キモン、ノンフィクションです。つぶちゃん白髪増えたな。そこかい、そこかい。熟女に勢力を抜かれてる男ですね。そこかい。OK、ありがとうございます。じゃあですね、ここで、今日は、むさ苦しいおっさんが多いので、麗しいゲストを紹介します。熟女じゃないよね。熟女には程遠い年齢でございますが、へい、あやね、イエーイ。へい、あや、あれ、あれ、服、します、あやね。服着て出てきた。あれ、服着て出てきた。すなちゃん怒っちゃうぞ。怒っちゃうぞ。昨日のリハで、もう私脱いでステージに出ますって言ってたのに。
今日は服着て出てきましたね。あやちゃんです。おーいえー、一曲終わるごとに一枚脱いでいくスタイル。一曲終わるごとに脱いでいくと。3曲あるので、一曲終わったら上脱いで、二曲目終わったら下脱いで、三曲目終わったらパンツ脱いでくださいね。普段は歌を歌っていて、そうです。あのそれは本来はシンガーですね。はい、自己紹介してください。あやねです。どうも。ここで見たこともある方もいらっしゃるかと思うんですけど、あやたけというユニットで、ピアノとギターと私歌と、まあね、やっておりますので、普段は歌を歌うのでピアノだけっていうのちょっと緊張してるんですけど、よろしくお願いします。じゃあそれでは、あやせを交えて、お届けします。U2 の Without という曲です。Keep yourself away. I don't
はい、では続いてなんですけどね、1920年代ぐらいのアメリカの、古いブルースです、それに、日本語の歌詞を、つけたものを、お送りします、調子いい時はね、みんな人が寄ってくるけど、落ちぶれちゃったらね誰もいなくなっちゃった、そういう曲です。
親と金次の曲はウルパンザサードだ。ウルパンザサード。
それではですね、最初の曲でも紹介したんですが、あっちメンバー紹介 OK ささっとメンバー紹介なしパッと次に行きます、さあ続いての曲はですね、僕は湘南の葉山出身なんですが、うちの実家の近くにですね、ステーキ屋なんです。ステーキ屋、そこのステーキ屋のご主人はとっても熱い魂を持った男なんです。熱いソウルを持った男なんです。その男の歌を紹介します。ソウルマン。Why you got it? You got some. So don't worry, 'cause I'm coming. Yeah, I'm so mad. Yeah, I'm so mad. Yeah, I'm so mad. Ha! Yeah, I'm so mad. Get what you got. The hard way. Reach out every day. So honey, and don't you fret, 'cause you want to, and I see you. I am so mad. I am so mad. I am so mad. Ha! I am so mad. 俺らの出身は湘南の葉山。実家の近くにステーキ屋がある。うちの親父はお客が来るとステーキ屋に連れてく。オーバーボールナイス。ではソーマー、ステーキのソーマー、ご主人はソーマー、初めてだ。キレステーキうまい。ガーリックライス食べるの評価は 3.8 に上がった。ラストソングでございます。さあ
盛り上がっていきましょう。スマタ行進曲、違う、蒲田行進曲、ね、スマタ、蒲田行進曲という曲ね、ですが、見て、聴いていただいたようにね、いろんな楽器のアレンジのバリバリ聴いた、素晴らしい、アレンジになっていると思うんですが、実はですね、蒲田行進曲、まあ、そのまんま蒲田行進曲の歌詞やってもね、しょうがないと思ってね、僕が岡間行進曲、岡間行進曲っていう歌を作ったんですね。歌詞を変えて、歌詞を全部ちゃんと書いてました。岡間行、要は男と男が手をつないでニコニコ新宿2丁目をみんなで行進する、パレードする、岡間行進曲、わかる？岡間、それ、ね、岡間行進曲っていうのを歌詞を書いたんですけど、うちのバンドに風紀委員がいてですね、歌詞の一部に不適切な表現がありますと、上演できませんと、R15 して、今日はもういなくなりましたけど、中学生、高校生もいらっしゃったんでね、
あんまり小学生いるぞ。いるの？あ、いるね。いるね。いるね。なんであんまりこうエロというか隠語というかね、不適切な言葉上演しないでください。よし、下ネタバンド。そう。もうやめて。そういうんじゃないから。そう。なんせフジテレビでホモだホモが放映できなくなる時代ですから。非常に恥ずかしいや。R15 視点ねかかって僕何が言いたいかっていうと僕がせっかく書いたオカマ行進曲という歌詞がボツになって僕は悲しいという、そういう曲なんです。歌詞の一部です。だいぶ不適切なところがあってそのボツになったんでもせっかくなんでほんの一部だけオカマ行進曲を聴いてください。ほんの一部だけオカマ行進曲を聴いてください。男が歩く男と歩く日常最後、ラストは、アッチのテーマソングです、アッチのテーマソングをお届けします。アッチのテーマ、要はね、歌詞にアッチのバンド名がいっぱい出てきますね。アッチがいっぱい出てきますね。なので皆さん、ぜひ会場みんなで、アッチを、一緒に歌ってほしいんですけど、例えばこの誠中心にいるけど真ん中からこっち、左チーム、君一人だねスタンドアリーナの、アリーナ君一人だね、君一人ね。で、こっち右チームって言ったら右、全員でーって言ったら全員で、いきますね。というわけで皆さんご協力お願いします。あっちのテーマソングだ。オーケー。Yeah, I'm
アジジがいっぱい出てきます。で、ビギン厳しい、あ、足来た、ビーチリーブったら足来て、二人の皆さん左来たら足来て、全員で出てきたら全員で足来てお願いします。オーヘアでした。ありがとうございます。